最後に謎の造形物のサムネを撮っていくスタイル、これ大失敗したやつです。はい、今回ね、初ロケですね。ちょっと家の竹やぶに来てます。ここからちょっとね、竹を切っていこうかなと思う。だいぶ荒れてるな。久しぶりに来たんですけどね。そして冬なんでタケノコはないです。この竹を切っていきましょうか。はい、これをちょっと切ります。竹切ってきたんですけど、これをちょっとたわしで水洗いしました。ちょっとまだ汚れてるんですけどね、こんなもんで使っていきましょうか。そしてね、ここ節があるんで、これを今からノコギリで切っていきます。節を落としたら大体こんな感じになります。これちょっとだけ残しておきましょうか。次にですね、竹を加工していくんですけど、このダイソーのドリル、木工用ドリル、これ5本セットなんですけどね、これ100円です。これちょっと使っていきましょうか。竹のこの部分ですね、この部分をちょっとドリルで切り取ったら、ここを平らにしていきます。あ、ここ貫通してるんですよ。こんな感じです。はい、これが加工できたんで、次はね、この竹を加工していきます。両方竹やん。獅子おどしの、なんていうんですか、水を落とす部分ですかね。そこを作っていきます。あ、ずれたずれた。次にね、またダイソーの商品なんですけどね、これ5本細いやつですね。鉄鋼用ドリル、そしてこの竹串、これよりちょっと太いやつを剪定して竹に穴を開けていきます。うわ、難しい。ミスあ、で、電源入ってない。あ、なんか割れそうやな。あ、ずれた、ずれた。うわ、最悪や、割れた。このボンドでつけていきましょうか。割れた。そしてこのカッコンカッコンのある部分の、ここにも穴を開けていきます。危ね。わ、これもまた割れそうやな。
慎重に行きましょうか。穴よりもね、このこっちの竹、これをね、大きめに穴を開けます。そしてここでいけるかな、ここに竹串を通して、引っかかった、ちょっと引っかかってるかな、あ、逆でした、すいません、こっちでした。ここにこう通して、そしてこう、あ、ちょっと比率おかしいな、ちょっと引っかかりがあるな。はい、ちょっと収録場所を変えました。火が開きました。ちょっと、ね、竹が割れてしまったんでね、ここをちょっとボンドで補修しているところです。あとここをハサミでカットしていきます。ちょっと色が変わったな。そしてね、竹を、これと、これをさらにカットしたんですよ。そしてここにストローを通して、そして、ね、ここに、ね、水を落とすやつ、これね、ちょっと連、こことここを連結したいんですよ。連結する場合は、そのこの 2x4 の木材、ここをね、ちょっと切って、ここに接続できるようにします。これはもう適当ですね。大体で切っていきますよ。うわ、ずれてる。絶対、これ高さ違う。1.5の1.6。絶対ずれてるな。もう一回引き直しましょうか。しました、完全に失敗しました。これドリルで穴開けたら、先に穴開けとかんとダメですね。そして作り直したのがこちらですね。先にこれ穴開けときました。穴開けてから切らないとね、ちょっと割れてしまうね。あと慎重にやらないと割れてしまいますね。そしてここにこう竹を刺して、それでここから水が流れてくるっていうシステムですね。ここからポンプで吸い上げて、ここから水が流れていきます。次に竹にストローを通していきます。ここにいいところでね、カットして、あ、これね、野菜生活かなんかのストローですね。ちょっと再利用してます。そしてここに通して、そしてここですね、あ、ここ厳しいな、若干ストローの方が太い、あ、映ってない、あ、いい感じじゃないですか。
なんかいい感じに仕上がってる。そうです、こんな感じですよ。ここでカッコンカッコンなって、ここからこう水が流れてきて、そしてこんな感じですね。はい、そして完成したのがこちらですね。そうなんです、これちょっとね、両面テープ、透明の両面テープで固定しました。そしてここの USB インターフェース、これにね、これダイソーに売ってる乾電池を USB インターフェースに変換するやつなんですけど、もちろんここにね、そうなんです、マンガン GP をセットしていきますよ。なんか片手で難しいな。もちろんロゴがこう見えるように、こう CM、 マンガン GP の CM をしていくスタイル。はい、そしてこれで準備が整いましたね。ここに水を注いでいきます。ポンプがこう浸かるぐらいですね。これぐらいですか。これぐらい浸かったら早速もう繋いでいきましょうか。はい、これを接続します。ポンプが動いてないやん。どういうことや、接触か。これ動いてない、電池ないんか、電池がないんか。動いてない、全然動いてない。あれ、ちょっと待ってください。動かへん、全然動かへん。何が分かんのや。ポンプが電源で電圧が足りてない。 USB 電源に直接つなぎましょうか。あ、いけました。そうです。これで完成ですね。リズマンで、そうなんです、この220円のポンプで、ね、勢いがいいんですよ。そうです、これで完成です。インサートを取っておきましょうか。これをサムネイルとして使いましょうか。ここにね、水が入ってカッコンカッコンになると思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、ね、これね、こういうデザインなんですよ。こういう デザイン、失敗じゃないですよ。こういうデザインです。そうです、こういうデザイン。これを作ってみました。ペヤングソース焼きそばの容器なんですよ。これを再利用してます。ソース焼きそばの大きさで、門松じゃない。仕事しが作れるっていうことですね。今回はこういう動画です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとふわっと浮いたり、どこ行くねん。第3次はここまで水が飛んでね、これもうびちゃびちゃですよ。めっちゃ水飛んでる。勢いが良すぎるわ。これ電圧を多分調整したら、ね、うまいこといくと思うんですけどね。そこはまた違う動画でやっていきましょうか。高さが合うてない。水が飛びすぎとる。